サーブ29トゥンナンは、スウェーデンの交代翼ジェット機である。同国の航空機、自動車メーカーサーブによって開発された。胴体が膨らんだ特徴的なスタイルをしていることから、トゥンナンというあだ名が付けられていた。サーブ29は、1948年9月1日に、初飛行した。なお、これと、ほぼ同時期に、 ソ連のミッグ -15 やアメリカ合衆国の F-86、アルゼンチンのプルキー2など、後退翼の新型ジェット戦闘機が初飛行を行っており、当時は革新的な新技術であった後退翼が各国によって試されていた時期であった。サーブ29には数種類の派生型が製作された。機種に機関砲を搭載した。 戦闘機型 J29、機関砲の代わりにカメラを搭載した、写真偵察機型 S29、また、攻撃機型として A29 も開発された。スウェーデンの戦闘用航空機は、このように同じ設計の機体で、各任務をこなすべく派生型が製作されるという特徴を持っている。現在、スウェーデン空軍の主力機である、サーブ39グリッペンも、 戦闘、攻撃、偵察の三つの異なる任務を一機でこなすマルチロール機となっている。これは相対的に国力の小さなスウェーデンにはそれぞれの任務に対して専用の機種を開発する余裕がなかったことの現れでもあるが20世紀末以降の潮流である戦闘機のマルチロール化の土壌をスウェーデンはかねてより有していたと言えよう。サーブ十九は 機体性能的にも優れており、1954年には 500km 区間での速度記録 977.35km を樹立した。665機が製造され、1965年まで第一線機として運用された。輸出は、MIG-15、F-86。 ハンターなどと競合した結果ほとんど成功しなかったが、オーストリアは30機の J29A と S29C を1961年に導入、1972年まで運用した。その後、同国は同じくサーブ製の J35 を導入し、2005年に F-5E に代替するまで運用した。唯一の実戦参加は、今後ランで、 1961年9月24日に国際連合からの要請で派遣を決定。同年9月28日には5機の J29 バイトからなる今後遠征のための特別戦闘飛行隊である第22飛行隊を編成し今後に向けて出発した。第22飛行隊は10月4日にレオポルドビルに到着、上名基地に展開して作戦に従事していたが、 1962年には4機の J29 バイトと2機の S29CE が追加派遣され、今後国連軍の航空戦闘部隊の主力を担うこととなった。今後動乱での J29 の活躍には特筆するものがあり、特に1962年12月から実施されたカタンガ軍のコルエジ基地への対地攻撃任務は、 最初の6日間で150時間の作戦行動を行い、作戦に参加した9機の J29 バイトのうち8機が地上放火による損害を受けながらも任務を遂行した。また、2機の S29C も暗色系の迷彩を施して写真偵察を行い、熱帯雨林の天候条件の悪い今後の地上目標を危険を犯して偵察、撮影していき、 地上攻撃の効果を大いに高める結果となった。このような成果は、スウェーデン空軍兵士の連度の高さによるものであったが、それ以上に、J29 の優れた多目的能力によるものであり、世界に、その優秀性を示した。しかし、今後ドーランでの J29 の損害も大きく、派遣された11機のうち無事スウェーデンへ帰還できたのは、わずか4機だけだった。 J29 バイト出展、ケネスマンソン著湯浅健造役、カラーポケットエンサイクロペディア。A ブランドフォード社、対戦後戦闘機及び攻撃機、練習機、鶴処九1969年間。ありがとうございます。